どうも皆さん、まーです。あ、こんばんにちは。何やそれ。今回は今回も映画の日記をつけていきたいと思います。今回見に行った映画はテンガラモンです。はい、こちらの映画、三浦春馬くんの映画となっております。内容をお伝えさせていただいた後に私の感想をお伝えさせていただこうと思ってますので、自分でちゃんと見たいからもう知りたくないんでっていう方は、シナリオだけでも聞いていっていただいて、分かった、行ってらっしゃいって感じで行ってきていただいて。で、まだ公開してるのかな、これがあげるときは公開してないかもしれない。その時はもうレンタルで、レンタルやる、絶対レンタルでお願いします。今から内容の方説明させていただきたいと思います。ちょっと時代劇なものなので、私ちょっと全くもってその時代劇系がすごい苦手なので、三浦くんが主役じゃなかったら見に行かなかったぐらい時代劇ものあんまり得意ではないので、そのストーリーを書いてた通り読ませて、書いてた通りっていうか自分が読みやすいように解釈して書き直して、入れさせていただいたものを読まさせていただきたいと思います。はい、江戸末期、ペリー来航に、震えた日本の片隅で新しい時代の到来を感じた若き二人の青年武士が全速力で駆け抜けた時代のお話。五代さん五代さんの名前は分からん、まあいいや。ちょっと書いたくせにちょっと読めよ。五代さんの、すいません、ここに何書いてありますね。五代さんっていう人と坂本龍馬さん、有名ですよね、坂本龍馬さんが、お互いにその切磋琢磨して時代を、新しい時代を自分たちの手でいいものに切り開いていくぞみたいな、こう希望に満ち溢れてた時代ですね。の五代さんはですね、ある遊女の方と、お知り合いになることがあり、でその遊女の方に、まあ、多分恋というか愛というか、そういう的感情を抱いてたんでしょうね。その方とね、何回かお会いしていたりしたんですけど、まあね、遊女ってやっぱその時代背景でいうところの、まあ、風俗的なものではあるんだと思うんですけど、まあ、とにかくあの時代背景ってやっぱり貧しい子が口べら、貧しいご家庭の人が子供を減らしたいっていう理由とか、まあ、いろんな借金で首が回らないから子供を売りたいとか、そういういろんな理由でその親の都合、まあ大体もう絶対そう、親の都合で、売り買いされてしまっているような時代だったために、その遊女っていうところに集まるような子はやっぱりそういう家庭の子は多いということで、そのお好きになった遊女のことも、遊女の方もやっぱり売られて自分の意思とは関係なくこの仕事を作りさせられたっていう状態だったのでね、彼女はね、自分は本を読みたいと、遊女が本を読んじゃいけないのかって、いろんな知識をつけたいっていう風な形で彼女は思ってたんですよね。でその姿を見て五代さんは、どんな人でもどんな境遇にあっても自由にみんなが夢を見て生きていける世界、世の中、その国にしたいなって強く思ったんですよ。でそれを叶えるためにね、誰もが夢を見て、生きていくことができる世の中にするためにやろうっていう決意を固めるんですよね。まあその夢を、まあ、共有する仲間たちもいて、まあ、坂本龍馬さん筆頭に岩崎弥太郎っていう人とか、伊藤博文、時の、ね、総理大臣になった方も、あ
まって、まあ、共に過ごしてこの国を変えようぜっていう風にしていきたいっていう、そういうストーリーですはい、ここから私の感想になりますので、ネタバレはガツガツ含みますので、ネタバレいらない見たくないっていう方は見ていただかなくて、映画見ていただいたりとか、うん、そういった形にしていただけたらいいし、まあ、うん、見てから考えたいよ、うん、見てあげてもいいよって思ってくださる方はこの後もご覧ください。よろしくお願いします。私の感想、まあ、まず五代さんはね、三浦春馬さんがで、坂本龍馬さん、三浦翔太郎さん、じゃあもう、うん、海徳いやいやいや、お前あの人有名人やぞって、私ももうちょっと今テンパってる、すいません、よろしくお願いします。うん、宮翔平さんだ。うん、宮翔平さんで、岩崎弥太郎っていう人は西川貴教 TM レボリューションで、伊藤博文さんは すいませんちょっとこの方存じ上げなかったんですけど、森永祐樹さんという方が、やってらっしゃるんですけど、まあなんて言ったらいいか、個性ばっかりみたいな感じだなと思ったんですけど、三浦くんの最後の生き様だと思って見に行ったら、やっぱり最後の生き様でした。うん、なんか、うん、その遊女の人はね、すごいけなげで可愛らしい方で、遊女の方結局三浦くん演じる五代さんがなんか多分、まあ、敵国の人の、攻めにあって、捕まっちゃうんですよ、五代さん。で、捕まってしまって、その解放のために、遊女の方がね、その国の、まあ、自分を飼いたいって言ってくれてる人に、どうにか彼を解放すると約束してくれるなら、私は喜んであなたの元に行きますっていう風に言って。で五代さんは解放されるんですよ。実際それがそうなのかな、私はあのやり取りやったら別にそのまま五代くん自分で自力で出てたんちゃうかなってちょっと思ったんですけど、まあ、でもそういう流れがあって彼女は異国に旅立つんですけど、で異国に旅立った後に、まあ、多分結核なのかな、なんか重い病にかかってしまって日本に帰ってきてるんですね。で、まあ、そんなこと五代くん知らないんで、まあ、夜通しいろんなところもう命からがら逃げ回って、まあ、五代くんも坂本龍馬さんもやっぱり、うん、暗殺というかこうね、命狙われてるんですよね。やっぱり人と考え方違ったり、そのしかも頭いいんですよ、頭いいんですこの二人だからこそ、多分それを叶えてしまえられるだろう人ってやっぱ怖いし異質なものだし、うん、省かれるべき人みたいな、そんな扱いもされてるだろうし、やっぱり価値観っていうのを、その当時の価値観はやっぱり武士は刀で相手を切り伏せて守るものを守るみたいな、そういう時代からね、うん、そう江戸から明治に変わる時代だからのね、そんなね、そんなものねなくていいんだよみたいな感じに、はいなりましょうなんて、それは無理な話だと思うんですよ、うん、今まで刀持って今自分が切られて死ぬか相手を切って死ぬかの戦をしてた人たちがいきなり、いやもうどっちも剣も剣も何もなく平和に話し合いで解決しましょうなんてね、言われてもね、今までの培ってきたプライドとか教えられた教育とかいっぱいいろんなものがあるじゃないですか。時代が変わるときってそうですよね。今もそうですし、なんか考え方や価値観っていうのは正直、うん、変えないと変わらないし、言わないと何もならないし、行動しないと何もならないんです。で、みんなの考えてる本当の本質的には多分あまり変わりはないんだと思うんです。ただ
それがどんな風にどういう風などんな立場でどうなるかによって変わってきてしまうっていうものだとは思うので、うん、だから五代くんと龍馬さんはまあうんうん異端だったんです。とにかくまあそれでその裕次郎さんは結局まあに日本に帰ってきてで死んでしまうんですけど、最後にね五代さんと一緒にその海見るを見よ海を見に行きたいっていう約束を果たせてそこで死んでしまうんですけど、なんでしょうねその時の春馬くんの泣き顔がまあまあ見事で私は三浦春馬って人はこの子の五代って人なんだろうなって思ってしまうぐらいに、うん、すごい、うん、思いました。いろいろ私も、うん、自分の中の世界を変えたいって思ってるし世界を変えたいって言ってるし、うん、まあこの五代って人はもう本当にすごい辛い境遇しかなかったです。その映画の中では、みたいな、こんなに報われぬまま行ってしまう、しかも行ってしまうんですよ、行ってしまうんです死んでしまう最終的に。でもその葬式のその最初らへんは誰もいないとか言っときながら、実は外にはものすごい行列がブワーできてるよって。でまあこの遊女の方と結婚できなかったんですけど、その後に結婚した奥さんとお子さん2人がいらっしゃるんですけど、その奥様があなたは天柄もんやん言って、こんなにあなたを好きな人おったよ言うて泣くんですけど、その奥さんも別にね五代さんに優しく大切にされたっていう記憶は少ないと思うんですよ。めちゃくちゃ少ないと思うんです。なんですけど慈しみて愛していたっていう感覚がねすごい出てて、いやうんね、世界変える人って死んだ後にいろいろ言われますよね、うん、そう本物くん、うん、って思いました、これはセンシティブなお話なのでやっぱりこれを見て不快に思う方の方が多いと、でもそれでいいと思います。私は価値観は人それぞれのものだと思います。価値観は大切にしてください。あなたのものです、うん、だから、うん、私最近ずっとそう思ってるんですけど、人の評価はやっぱ変えようがないけれども、自分の評価、自分の中の自分の評価は自分がいいと思ったり正しいって思うことはそれでいいって思って、そういう風に発信していこうって思ってるし、その自分の好きな自分をその自分、私が好きな自分を好きになってくれる人を、うん、周りに連れていかないと、うん、私はいつまでたっても幸せになれないなって思って、その人の価値観に評価に合わせても、その人の価値観の評価には絶対に値できないんですよね、うん、その人が持ってる感じ方やその人が思う私っていると思うから、でもその人が思う私は私じゃないから、うん、あなたが思うあなたもあなたじゃない、あなたが思われてる周りから思われてるあなたもあなたじゃないし、あなたは、うん、あなたのままあなたを知った方が絶対いいですよ、うん、だからそのままでいてください。何の話や、まあ、よかったら、映画の感想等はこのまま続けてまた、定期的とは言えないんですけど、できる限り、アップしていきたいと思っておりますし、チャンネルは見ていただけるなら見ていただけたらなと思っております。今後いろいろやっていくその中に、まあ、興味持ったよっていう方いらっしゃったら、よかったら歌も聴いてください。歌すごい好きなんです。すごい好きだから、まあ、見とってもやでみたいな感じで見ていただけたらありがたいな
って思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。見ていただけたらなと思います。まあ、でした。